なぜわしの顔を見ると逃げるんだ。いいえ、お供物をいただいてまいりましたので急いでお屋敷。お屋敷へかくまってもらったら手が出せんと思ってるのか。何も私はかくまっていただいてるわけではございません。ではなぜ手紙の返事をくれるのだ。あなたの手紙など存じません。知らぬ。はい。一本も見てないのか。話してください。私急ぎますので。今日こそ返事を聞くまでは話さんぞ。私は日陰者の身でございます。ご冗談をなさってはいけません。冗談ではない。親父も承知してるんだ。わしはお父さんを嫁にもらいたいんだ。私はそんな女ではございません。それじゃこの屋敷の居候侍と不義をしてるのか。もう何ということ。そうだ、それに違いない。よし来い。これからお前を連れて祭りの中を振り歩いて。何をなさい。お屋敷の居候侍め、畜生、やっぱり畜生覚えてろ。この子陣屋にもお手のおじの旗子にも火をつけてやる。のおみきでございます。一口召し上がっていただくようにとのことでございます。これはかたじけない。私のようなもののお酌では。ハマと似ている。お浜様、わしの女房に生き写しだ。まあ奥様にもったいない。私にいただけないのですが一口だけ。ぶしつけな言い方だが、不思議な巡り合いがただごとでないように思う。何かのご縁でございましょう。あなた様はそのうち関東の方へお立ちとか。この頃ではこの土地に居つきたい心地もする。当家のご主人がご立派な方ゆえ父のように慕われてなら。しかしそのうち立たねばなるまい。定めてお国では奥様がお待ちかねでございましょう。女房は死んだ。ではお浜様とおっしゃるお方も。でお子様は。一人ある。それはかわいそうに。さぞ会いたくていらっしゃるでしょう。深くは心配はせんが、道を歩いて同じ年頃の子供を見るとつい思い出されてならん。男のお子様ですか。男の子だ。お母様も定めてお心残りだったことでございましょう。長のご病気で。でも。いや、病気ではない。自分のわがままから死んだのだ。わがままから。酒。はい。
あなたは実家へは帰らぬ気か。叔父がしきりに勧めますが、帰れた義理ではございません。故郷は捨てました。では長くこの地にとどまるつもりか。いいえ。ではどこへ行く。私はいっそ生きているならお江戸へ行って暮らしたいと思います。江戸へ。はい。江戸の巷に紛れて暮らす。それも面白かろう。それにつきまして、あなた様が関東へお下りの節できますことなら、ご一緒にお供をさせていただきとうございます。一緒に連れて行けというのか。はい。突然こんなことを申してお下げすみでございましょうが。しかしおじごはもとより、当家の先生もそなたの実家も皆不同意でござろう。でももし伊勢の実家を繰り返されるようなことになれば、生きておられません。このままでは生きて生きがいのない身でございます。よかろう。命がけの覚悟なら。ではお連れくださいます。よく伊勢の家へ帰る気になってくれたな。ご両親もきっと喜んでくださるよ。折よく吉田さんも江戸へ行かれるし、途中ご一緒できるのだから心強いよな。何震えてるんだ。大丈夫だ。度胸定めにそれ、向こうから旅人がやってくる。あれを一つ狙ってみろ。しっかり持って。なんて足の速いやつだ。驚いたな。世の中に足の速いやつがあれあるもんだ。いいが、馬が近づいたら腹を狙うんだ。俺が合図するまでぶっ放すんじゃねえぞ。分かったか。吉田様のお姿が見えませんが。馬の蔵でも緩んだんだろう。もしや武士を騒いだ。何騒い。助壇上様の若先生、龍之介様ではございませんか。龍之介ならば何か用か。実はあなた様のお命。何。宇月兵馬様、尋常の勝負をなすってあげてください。兵馬はどこにいるのだ。八木の宿におられます。ひとっ走りご中心に参りますから、ここにお控えくださいませんか。未熟な腕で敵を回りは小尺なことだ。やれ。お逃げなさるか。逃げ。これから伊勢路へ出て東海道を下る。兵馬が追いついたところで望みのままの勝負をしてやろう。
源太郎殿、気を確かに。吉田様、お豊が、お豊が。賊は二人、あっち、あっち。縁なき女だ。
我々を見て村人に出かけたのではあるまいか。小屋へ入ったというのは確かか。ええ、11人ばかり、間違いありません。よし、誰か東道藩の連中に連絡しよう。その役目は足が引き返しろ。そうか、頼む。何、キクリ小屋に爆薬を使って一遍に吹き飛ばしてしまうとか。明日これからお祭りも知らせてまいります。遅れを取ってはならん、急げ。あの小屋だ。みんな聞いてくれ。もはや琴福に至れば再起はおぼつかない。上疲れて縄目の恥を受けるよりもほらで武士らしく、あ、貴公たちどうだ。戦に敗れておかれるなら死すべき時に死んどくと武士の面目は立つ。そうだ、一度さしてやれ。この場で腹を切る、武士として潔いことだ。誰にも異存もあるまい。拙者は死にたくない。何、切腹はごめんこむ。死に遅れたか。心に染まぬ死に方はしたくないのだ。聞こう、天地は大地に忠義を忘れてか。拙者には初めから勤労も裁くもない。それは伊賀で断ったはずだ。武士の意地はバカバカしい。何、吉田氏、それほど死にたくないのか。やだまの雨に身をさらして傷一つ受けずにここまで来た。この先どこまで生きられるか。ならば無理には進め、落ちるなり逃げるなりお心のがせになさるがよ。いざない。ゆうじ、